古来より、この星に生まれし古来より、滅びの時は過ぎて、すべての命運は何時らに隠された。だが見よ、星を映す大水晶が、今や闇に染まり、この星は再び、滅びの道をたどろうとしている。古来より、光の古来より、その目をしかと開け、己が魂を見つめよ。こらよ、光のこらよ。敵が全滅でもしたか。カナビス、今日はあなたの誕生日よ。おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。変幕してクルートに愛したんだもん。こんなものはいらない。今は生きるか死ぬかの大事な時だ。食べ物を無駄遣いするな。ごめんなさい。国王様、次の作戦の話をしてよろしいですか。頼む。どうやら最後の大水晶がこの星のどこかにあるようです。おー、てか大水晶って何です。前の戦争で大人たちを全滅させた兵器だ。怖っ。大水晶さえ手に入れば敵を一発で仕留めることができます。探せ。ただし絶対に敵に悟られるな。了解しました。どうした、もう終わりか。てか立てない。ほりゃ立てよ。ホリオの姉ちゃん、ちゃんと踊ってくんなきゃつまんねえだろ。ああ、みんな。そうだそうだ。足大丈夫。頭いかれたか。そいつは敵だぜ。ホリオに優しくするものよ。今傷薬よ。触らないで。気がらわしい青の軍たち。もう我慢できねえ。どきな。ムカつくから撃つ。やめて、ディディ。おい、どっちがいい。そいつを巻いてこちらにつくか、断って死ぬか、まともな判断。名前はメッシーナ。いいな。こいつは今日か、我が青の軍の一員だ。あやいさ。お菓子はかなり厄介なことになりました。どうした。敵は大水晶の存在に気づきました。奴らも大水晶の何かを探し始めたもようです。大水晶、それこそこの世界最大の力。絶対に奴らに渡すな。総力を結集させろ。はい、エイサー。ヒッチ、お前は先に帰ってろ。朝まで作戦会議になる。お兄様、ずっと待ってないのでは。お前がそんなこと気にするな。でも…いいから帰れ。護衛をつける。わかりました、お兄様。見て、あそこ綺麗なお花。アローナ、基地から離れるな。危ないぞ。すぐ戻るから平気。こんな青の陣地の近くに来て大丈夫かよ。仕方ないだろ、メッシーナは取り返すんだから。あれ、誰かがこっちに走ってくる。え、いててて、誰だこんなところに。お前、青の軍のやつか。よし、その子を人質として連れて行こう。やめて、離して。止まれ。
その子を離せ。お前は、お前はモコロコいつなんか。メッシ。はい。後ろに回って、よいしょ。ネッシ、アマナ、逃げるぞ。離してよ。あ、待ってよ。ラミー、アーム。ラミー、アーム。いたかい？ダメだ、見つからない。どうしよう、私が目を離したばっかりに。あの子たちに何かあったら。大丈夫、この茂みの奥に青の秘密の泉があるの。そこも探そう。待って、メイチカ、なんであんた青の秘密の場所を知ってるんだい？え、あ、前に極任務で青のやつらを追って。とにかく急ごう。そうだね。ロミ、アウム、返事して。どこにいるの？3、2、3。あなたはココロ？姉ちゃん？アンコウ姉ちゃんなの？ダメよ、もう兄弟じゃない。滅びの日、たまたま西にいた私は国王軍、東にいたあんたは解放軍。それが全て。私たちは敵なの。姉ちゃん、生きてたんだね。よかった。来ないで。これは戦争なの。兄弟とか関係ない。お姉ちゃん。どこへ行ってしまったの、みんな。どうか無事で行ってちょうだい。はいよ。国王くん、ご安心ください。ここは中立の森、たまたま通りかかっただけです。手出しはしません。わかりました、では早くお行きなさい。やいやいや、あなたはなんと敵だ。まるで毒に咲くバラのよう。これ褒めてるの？ファイドー、アクタさん、心配して見に来てしまいましたよ。で、貴様国王軍、ルーテリア殿に何をした？別に何もしてない。鼻の下を伸ばしろって。貴様ルーテリア殿に惚れたな。ドッキリ。それはお前じゃないのか、このマヌケズラ。マヌケズラこっちー。なーにー、剣を収めてください。赤の剣士、俺たちの決着は後回しだ。ああ、だがお前とは連れ決着をつけてやる。行きましょう。アイドー、アイドー。なんだ、争う声が聞こえたから来たものの、誰もいないのか。こちらも当てて駆けつけたが、なんだ、国王軍の兵士が一人か。お前は解放軍最強と謳われる剣豪リーディアス。ちょうどいい、どっちが最強かここで決着をつけようぜ。国王軍最強の剣士ヨゼッペか。中立の森で剣を抜くとは国王軍も落ちたものかな。うおあ、やめろ、森での戦いは禁止されている。お前は森の勝者じゃねえやん。知ったことか、来いリーディアス。降りかかる火の粉は払わねばなるまい。こいつら強い。私の力ではこの二人は止められない。なんだこの絵は。地面から何か出てくる。なんて巨大な水晶。これは大水晶。アテラ様。森の王女。聞け、この星は我が星コロン、まもなく滅びの時を迎えようとしている。それは何時にも放つ悲しみや憎しみの力に星が耐えきれなくなっているからだ。滅びるこの星が。バカなことを言うな。まことのことだ。私は目も耳も口も聞かない。その未来は鮮明に見える。赤と青の祠に、そなたたちの王に伝える。これが最後の忠告だ。争いをやめ、その手を取り合い、
平和な世界を築くのだ。これはその前兆に過ぎぬ。戦争をやめる。そっちが攻撃すれば終わるぞ。黙れ、貴様らを全滅させて終わらせてやる。その憎しみの力がこの星を苦しめているのだとなぜわからぬ。うるせえ。剣が体をすり抜けた。そんなバカな。愚かに滅びていった大人たちと同じことを繰り返すのか。頭が悪いそうだ。ここは一旦引くしかない。お前はいずれ俺が倒す。アテナ様、大丈夫ですか？力を使いすぎただけです。心配はいりません。声が、誰かいます。ねえ見て、ここにこんなに小さな目。ねえ聞こえない？うん、早く大きくなりたいって言っている。私の水筒のお水あげるね。わあ、喜んでる。太陽の光だね。うん、光をいっぱい浴びて。大きくなれ。大きくなれ。なんと美しい心の子供たちだ。あの子たちこそ光の子供たちです。光の子供たち、予言の書の。これは天のお導きです。あの子たちを私たちの住処に案内してください。わかりました。大水晶が濁ってゆく。時間がない。一刻も早くこの戦争を止めれば。そうですか。大水晶は森に。森の王女が大水晶を隠していたか。急がねば。お頭。国王様、これから森に行く。大水晶を必ずこちらのものとし、我が軍の勝利を確定する。いいな。おー、絶対に奴らより先に大水晶を手に入れる。出撃準備だ。おー。今度の戦、どちらかが倒れるまで終わりはしない。俺はあいつに勝てるのだろうか。いよいよあいつと決着をつける日が来たようだな。待ってろ、必ずお前を倒す。お姉ちゃん、会いたいよ。そばにいてほしい。でもそれは叶わない。これは戦争だから。ポポロ、私の可愛い妹、生きててくれて本当によかった。私はどうなってもいい。あなたさえ生きていてくれたら。赤のあいつが好きなんですか？まさか、アハハハハ。アスタフさん変なこと言ってる。あなたのことずっと近くで見てきました。だから悲しいことに分かっちまうんです。でもその恋は叶わない恋ですよ。分かっています。いや、叶えちゃいけない恋だ。あいつは俺が倒しますから。好きだーい。バナテス様、何してるんですか？気合を入れてるだけだ。思いを剣に込めよう。好きだーい。温泉に行きたーい。なあディーディー、死なないでくれよ。正直俺はどっちが勝ったっていいんだ。大事な仲間が死ななきゃいい。こんなことあまり大きい声で言うものじゃねえぜ。だよな。けど嬉しいぜ親友。ガチャ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 。やめろって、やめろって。なんで泣いてるの？ほらおいで。ごめんなさい、私は悪い子なの。私は悪い子。あんたは私にとってかけがえのない家族だよ。何があったか知らないけどね、
悲しけりゃ思い切り泣けばいい。あんたくらいの年にはお母さんに甘えるもんだ。今だけお母さんと思っていいよ。お母さん、よしよし、ああ、私もママに会いたいよ。はい、食料。どうしたの？なんだかここの人たちってとっても優しいんだね。聞かされてた敵のイメージとあんまりに違ったから正直戸惑ってて。戦争って一体なんだろうね。そうだね。うわ、みんなに会いたい。アローナ、泣くなって。俺はこの戦争を終わらせてやる。それでお前を故郷に帰らせてやる。本当？本当だよ。でもそうなっても友達でいてくれよな。うん、ありがとう、ヤチン。ま、任せとけ。あはははは。は、参ったな、こりゃ。もっころこ、あいつは大丈夫かな。人一倍優しくて泣き虫のやつだから。かつて命を懸けて守りたかった親友、俺は今殺そうとしている。だから二度とお前に会いたくないんだ、モコロコ。ネッシュ、この空の向こうにはネッシュがいる。小さい頃いじめられてた僕をいつも守ってくれたネッシュ。ネッシュ、また会いたいよ、ネッシュ。戦争が終わりますように。そしてお兄様に笑顔が戻りますように。どうかトナビスをお守りください。いつまでも私たちが一緒にいられるよう。皆さん、棺の前に裏切り者を追い出せねばなりません。裏切り者？誰だ？この中に一人、国王軍のスパイがいます。まさか。それは君です、リーリー。そんな。何を参謀だろう、冗談を。ごまかしても無駄です。あなたの部屋から敵の通信機が出てきました。言い逃れはできないようだな。嘘だろ、なんかの間違いだよな。なんとか言ってくれよ、リーリー。俺の両親はお前ら解放軍に殺された。シンプルな理由だろ、リーリー。てめえ、クソ。ごめんな、ジャンバル。けどお前のことは本気で好きだったぜ。メイチカ、お前、青のスパイだな。え？お前の様子がどうも気になってな。夜な夜なお前のことを見張っていた。まさか。何言ってんだよ。メイチカがスパイなんて、いい加減なこと言うんじゃないよ。お前の親はもともと、解放軍だったんだな。ふっ、バレちゃしょうがないな。嘘だろ、メイチカ。本当にスパイなのかい？そうさ、私は紛れもなく解放軍のスパイよ。殺すならさっさと殺せ。あんた、だからそれを気に病んで泣いてたのに。違うよ。そうだよ。違う。え、どうしたの？大丈夫？見えるわ、光の子供たち、森の王女と一緒。時が来ました。終わらせるんですね、すべてを。最後はあなたたちにかかっています。無事だったのね。よかった、ハン、リンハ。赤と青の王の子よ、今すぐに武器を捨て争いをやめなさい。森の王女、悪いが大水晶は俺たち国王軍がいただく。それはこちらの声優だ、トラビス。レイブン、今こそ我が父の形ここで荒らしてくれる。何をたわけたことを。全てはお前の父が国を裏切ったのが始まりだろう。アテナ様、お下がりください。お守りいたします。かかれー！ いけー！
神将が暴走する。もはや最後の手段を。そんな、アテア様いけません。それだけは。死んだのか。私たちは戦争を進めていった。それが正しかったのか。もしも私たち子供までいなくなってしまったら、この星はどうなってしまうのだろう。相手を倒すことだけを考えてきたけど、どれだけ直しても戦争は終わらなかった。何をしても亡くなった家族は帰ってこない。苦しみや憎しみが増えていくだけ。俺だって本当は戦いたかったわけじゃねえよ。なぜ私たちの前には剣があって、それを取らなければならない運命だったのだ。私たちはお互いを傷つけ合うしかなかった。一度でいいからたくさん食べてゆっくり眠りたかったな。もっといっぱい遊びたかった。友達とずっと一緒にいたかった。大切な人とただ笑い合って。戦争がなかったら大切な人と一緒に。ただ家族と優しく生きたかった。お姉ちゃん手をつないでよ。お姉ちゃん抱きしめたい。この手で思いっきりあの子を。青にも赤にも本当に悪い人なんて一人もいない。星が泣いている。大声を上げて泣いている。ああ、アテナ様、アテナ様がお亡くなりに。これは夢。何が起こったんだ。アテナ様は最後の力を振り絞り、自らの命を犠牲にしてみんなに死の世界を見せたんだ。さっきのは森の王女が見せた夢。でも今の先にある未来、もうこれ以上争ってはいけない。あんな闇の世界絶対に行きたくない。まだだ、まだ決着はついていない。命に代えても貴様だけは殺す。ああっ、いい加減にしろ。なぜそれでも戦う。俺の父は正しかった。正義だった。お前ら国王軍は父さんの命を、人々の命を奪った。絶対に許さない。俺は許さない。まだだ、まだ勝負はついていない。せめて俺は最後まで誇れる戦士として戦い、家族のもとへ行く。やめて。どけ、邪魔だ。お父様はそんなこと望んでない。トラビス、あなたはあなた生まれた立場に縛られる必要なんてない。黙れ。どけ。あなたたちが争う理由なんてない。私たちが争う理由なんてない。だって私たちはみんな幸せになるために生まれてきたはずなのに。俺は僕たちは子供だから家族を失った悲しみに耐えることができなかった。だから大人たちが残した戦争をそのまま続けた。戦うことで悲しみを忘れたかった。きっと僕らは憎しみ合うからでお互いを支えているんだ。でも誰
誰かを傷つけるためにこの手はあるんじゃない。ねえ、私たちのこの手は仲間と一緒に過去を抱きしめ未来をつかむためにあるんだと思わない？これから始めよう。みんなで作るんだ。新しい世界を、光の王国を。大水晶が光った。これは星が浄化されていく。世界は救われた。何か来る。まずい、地面が崩れる。みんな逃げろ。早く。国王様とレイヴンの二人だけ。まさか死んでしまったのかな。私たちを逃がして自分たちは犠牲に。そんな、お兄様。見ろ、煙の中から影が一つ。お頭だ。お頭は言ってるぞ。待って、影がもう一つ。国王様だ。国王様を生きておられる。お互いの肩を貸し合って支え合っている。こんな姿が見れるなんて。ねえ、戦争は終わったの？ああ、そうだよ、戦争は終わった。そうだ、戦争は終わったんだ。アテナ様、見てくれていますか、この光景を。アテナ様の夢見た平和の時代がやっと訪れました。俺たちは誓う。どんなに悲しくても誰かのせいにしないこと。俺たちは誓う。どんなに苦しくても仲間を信じ抜くことを。俺たちは誓う。この平和を永遠に守り続けること。ほんまに光の王国を建国する。Thank you.